おはようございます。4月13日土曜日です。本日の水揚げ状況は結構いいですね。ちょっとね少ない日が続いたんで、かなりいいようにまた感じるんですが、いや結構多いです。これ良かったですね。はい、最後の最後にまとまった水揚げがありました。良さそう。はい、じゃあ見ていきましょう。いい感じ。こちらもほぼ後ろいっぱいまで出荷予定になってますね。小物もありそうです。はい、カニコーナーですが、まあ少しはありますが、やっぱり全体的な量はそうでもないかな。やっぱこの辺は、いいサイズですけど取れるようになってきたね。ね、5枚でいいかね。そうやね。はい、こんな感じです。はい、活魚ですが、いいですね。活魚もほとんど出荷、全部がね出荷予定になってますね。はい、結構ありそう。これは太いね、この大体3キロぐらい。まん丸してる。まん丸いいんじゃない。はい、ちょっと小さめですけど、はい、こちらもちょっとまた洗濯機みたいになってますけど、25、6枚ぐらい売りそうですね。はい、その他は大きいヒラメもいますね。まあ大体やっぱヒラメタイって感じですけどね。まあいつものごとくもうタイとヒラメがあるかないかっていう感じなんですけど、うわーすごい残った。これはすごい。おはようございます。またでかいね。5、6キロぐらいありますね。へー、うわでか、素晴らしい。はい、こちらにももうすでに貝の大きなのが、でかい、うわすごいね。みんな 4,5 キロぐらい。そうね、ぼちぼちあれですね。まあ全体的にかなり個体差ありますけど、まあ 2,3 キロぐらいの方がなりがいいかな。こちらは全部ヒラメか。おお、大きな干しガレイが。これはでかいね。干しガレイ立派です。2キロぐらいですかね。はい、いい感じだね。はい、まあ、とりあえずほぼタイとヒラメみたいな感じなんですが、まだ出てないところもあるんでね、また後から見てみましょう。いい感じ。はい、競り場ですが今のところこんな感じですね。6分目から7分目ぐらいまで一応出荷予定になってますね。はい、締め台も大きいね。これよう超えてます。その後ろには鈴木もね、今なり本当に身質もいいんでね、値段もそこそこしますよね。白身の貝も少しだけね、もう本当になんか少なくなっちゃいましたね。かなりもう出荷量が減ってきてますね。そろそろ終わりなのかな、どうでしょう。はい、こちらにも白身と高イカが結構目立ちますね。はい、何箇所か出てますし、一軒一軒がね結構取ってますんでね、
今日もね、まあ、少し狙ってみたいと思います。はい、っていう感じでこんなとこですね、今のとこね。はい、まあまだもう少しね増えてくると思います。はい、送りのりですが、まあ2位自体はね結構あるみたいですね。これもいい感じじゃないでしょうか。はい、こちら千崎ウィンですね。相変わらずブリが結構上がってますよね。はい、今日もねまた剣先が入ってますんで、はい、上がっておきましょう。はい、面白いですね、この色物。久しぶりですね。カゴが綺麗。カワビシャ。これは何ですか。名前が出てこないです。朝鮮バカマスかな。黒ムツ。すごい歯。はい、今日はまた赤エビが入ってます。いいね、これは大きいサイズのやつですね。大とかね、小とかありますんでね、美味しいよ。まあ結構あるんですけどね、まあ空箱は減ってるのは減ってますが、まあそれでも割とありますね、まだね。はい、かなり出荷はされてきましたが、はい、今日もちょっと同じものが多いんでね、バーッと歩きながら見ていきましょう。おお、タイ。タイじゃないですかね。締め台も結構ありますね。いいんじゃない？はい。大きなボラ。はい。こちらにもタイと、メダカがれ。メダカもね、あるのはあるんですけどね。本当に限られた漁師さんだけが少しだけね水揚げされてます。少ないですよね。はい、こちらにもイカが。いい連長やね、大きい。ちょっとね、やっぱどの列見てもね同じような感じなんですが、まあでも水揚げ量自体は結構ありますんでね、まあ楽しいですよね、魚いっぱい並んでるとね。はい、大きさもパラパラとは混ざりであるんですけど、でもサイズが少し大きくなってきましたね、キスゴもね。うん、いい感じ。カニも、まあ、ほとんど変わらずか増えてきませんけど、小さいですね、ちょっとサイズがね。はい、手前も取ってきましたが、そうですね、ほとんどどの列見てもね同じような感じなんで、コメントもなかなか出てこないですよね、これ。
違う。ああ、こっち建てですかね、これ。綺麗なんですね。こっち建てが始まりましたかね。ああ、いいね、これ。綺麗な。めちゃくちゃ健康食じゃもんね。はい、いいラボも少しありますが、全体的にやっぱりイイダコはもうかなり減ってきちゃいましたね。はい、こちらは尻腐れ星ですね。結構ありますね。これは安いです。はい、こちらはね、地物のこの白ですね。おお、これはでもいいですね。形がいいね。ようになってきたかな。ああ、丸っこいですよね。わあ、これはうまそう。これはこの白を取りに行ったんでしょうね。美味しそうだね。いいんじゃん、いいじゃん。こちらは地物のサバですね。すんごい大きいね、これ。めちゃくちゃすごいですよ、これ。この太さ。はははは。まあ、鮮度だけはね、もう抜群にいいんですけど、やっぱり、あんまり脂がないっていう印象ですよね。こんだけ太いのにね。でかっ。軽く1キロは超えてますからね。はい、活魚戻ってきましたが、もうほぼほぼ出てきましたかね。はい、かなり多いですね。わー、こうすんごいのが、こうもう見てわかります。でっかい星枯れ。たまにポツンポツ星枯れのこのでかいやつが混ざってきますけどね。物はどうでしょうか。いいだろ。あーわやじゃろ。わや。どうするの。これ欲しがれ。うん。これ長いんじゃない。長いよ。好きな人はめちゃくちゃ好きね。すごいすごい。もうほぼタイヒラメオンリー。でかいねこれも。わやじゃ。まあでも今日はね、今日はちょっとね、2-3キロのとこを狙っていいですねこれ。このぐらいのやつを狙ってね、買いたいと思います。大きいのはちょっと我慢してね。いやすごいすごい。デカフグ、ヒラメちゃん。ヒラメはでも全体的には少ないですよね、数がね。っていうかそろそろね、ヒラメもやっぱり身質がね。おはようございます。でかい、でかいの。テラちゃん好きな星ガレーがこことあっこと。ああでかいのがある。でかいのが星代わり頑張ってください。はい、こんな感じで、まあタイはねゆっくり買えそうですね。いいです。はい、おはよう。何でも取るね。いろんなもん。今日ヒラメとかはちょっとだけ。かわいい剣先。はい、競り始まります。はい、じゃあね、とりあえず写真も頑張ってみたいと思います。おいよ、どうしましょう。これゲーな。元気でエホもらおう。
はい、一つね。どうしようか。超えたのげえな。はい、一つ。よし。西中ちゃん投げるよ。真ん中。ああ、すいません。じゃあここ入れさせてもらいます。少ないね。ウニあった？ウニはお前。うん、ありがとう。いや、2便が多いんですよ今日。ああ、そうなん。アジサラ待ってた。ああ、そうかそうか。はーい。ちょっと殺人現場みたいになってますけど、萩のぶり、工房。工房ってあちこちから来るんじゃな。今ええんじゃろか、工房。あんまり食べたことない。あ、やっぱ冬。冬か。今は春じゃん。春、あんまりよろしくないけど。海に浜田。浜田少しだけね、まあ相場下がってるそうですけど、それでもまあ安くはないですよね。気持ち下がった程度で。まあよう超えてますね。はい、少なめです。注文だけかな。1,000円、1,900円は最初2万、9は最初2万。はい、しまって10万が3貫。タコよ欲しく。タコ。はい、タコはどれでも OK。はい、でも5,000、5,000、4,5,4,5。はい、4,5,4,5,4,5はマルチの7万、4,5はマルチの7万。今日の活業ですが、
ヒラメの小さいとこ2枚、いいですね。ヒラメもね、やっぱ心なしか身質がね、大したことなくなってきたんで、値段もやっぱりすごい落ち着いてきたかなっていう感じはします。やっぱりその中でも超えてる大きなやつっていうのはやっぱりいい値段してますけどね。うん、まあかなり評価が下がってきたってことですよね。はい、あとはね、タイ、はい、まあこんだけあるんでね、当然ながらよく超えたとこ中ぐらいのやつを3枚買いました。まあ安いですね。はい、いいんじゃないでしょうか。ゲットです。問題があるよ、はい、ごめんね、ごめん、こんなもんよ。はい、これ終わり。三崎の村石が10、こいつ3円、あ、3円、はい、600円で丸毛の10、600円丸毛の10、1個でこっちゃう、3ぐらい、1個で3円、あ、3円、あ、3円、3円、3円、あ、900円、800円、丸毛の5、あ、800円で丸毛の3、はい、今日はね、また久しぶりにババの手が入ってますね。ちょっと可愛いなこいつ。はい、じゃあね、今日もしっかり作っていきましょう。ババの手、はい、よし、こんな感じかな。競りはね、まだまだ続いてるんですけど、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。ちょっとね、注文の方が押してるんでね、今日はかなり注文いただいてるんで、戻ってね、しっかり頑張りたいと思います。はい、土曜日の水揚げですけど、多いですね。まあ同じものがね、多いっていうイメージですけどね。まあこれはまあいつものことかなって感じで、ガランってしてるよりはね、やっぱ気分的にもね、上がりますね。いいですか、いい感じ。はい、ってことで、まあとりあえずしっかりね、いいもん買いましたんでね、これで今日もバッチリお店の方作っていけると思います。さあ週末です、土曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞー、やるぞー。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、土曜日の水揚げですけど、結構ありましたね。多かったんじゃないでしょうかね。何日かね、ずっと少ない日が続きましたんでね、かなりこれでみんな潤うたと思います。はい、まあでもね、それにしても相場の方はね、どっちかというと落ち着いてた方じゃないでしょうかね。まあ物にもよりますけどね、数あるものはやっぱり安いし、少ないものに関しては高いっていう感じですけど、まあでも全体的にそこまでみんなね、慌てるっていうほどでもなかったような感じはしました。はい、ということで、まあとりあえずはね、うちもしっかりいいもの買いましたんでね、これでお店の方もしっかり作っていきたいと思います。はい、ということで週末土曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、今日は忙しいよ。はい、お店到着です。誰ですか？大谷です。大谷さんですか？小川さんですか？小川さんですか？1週間ぶりです。初めまして。丸山君です。うん。サーモン2本頼んでください。はい。はい。いい天気ですね。
まあ雲もありますけど、まあとりあえず雨の心配なさそうなんで、はい、今日もねしっかり作っていきたいと思います。はい、気持ちがいいね。よいしょ。あら、はじめまして。誰ですか？大谷です。大谷さんの。大谷さん。はじめまして。通りすがりの小川ちゃん。通りすがり。はい。じゃあ頑張りましょう。はい、おもちゃん。はい、よろしくお願いします。あれ、水槽の全部閉めて。うん。はい。もういいって。おばあちゃんね。はい、わかりました。はい。立たないようにね、これ買ってくれた。ここはね、あの年が出やすいよ、ここね、気をつけてお手入れしてね、ここちゃんと乳液塗ってね、寝るように。はい、コーンメバルできました。唐揚げしてもね、あの食べやすいようにね、これが、うん、上手に揚げたらね、食べれるのかな、食べたことない。揉みだね。
アイナメ。牛大好き、これ。美味しいよ。昨日も出たけども、本日もね、握りの、味の握りが出ます、小味のね。ね、昨日もね、よく売れました。はい、お電話かかりました。また好きだったよ。はい。はい、今日に出してますけど。こんな感じでね、パーッと下ろしていって、パーッと皮を取って中ちゃんにね握ってもらいます。あとね、これ、握りになります。はい、うん、これね、OK。京子ちゃん可愛いな。やばー。もっちゃ見ないで。じゃあ水かけようだ。さっきもっちゃ広いよ。ねえ。さっきね、ゆうちゃんとゆうちゃんパパ来てね、いっぱい買うてくれた。ありがとう。先週はね、先週は縁やったから。よかったね、あいつね。よかった。今日もね、すごいさ、盛り合わせも入ってるし、忙しい。今からもっちゃん刺身作らにいけんし、でも1時よ、今1時開いた喋れんぐらいよ。俺も悪いけどね、じゃあおがちゃんもおるし、まあぼちぼちねやりましょうね。もう座ったら立てないからね。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日はね、社長は12時まで頑張ったけど、動画を上げられなくて、あのお昼ぐらいに上がったんかな、今日、お昼前、だからね、コメント紹介は今日は省略させていただきまして、もう3時なので私たちもおいとましようと思いまして、今日ちょっと短いですよね、今週は終わりにいたしたいと思います。ごめんなさい、皆様グダグダがなくて。イカさんもいますんでね。おりますよ、これね。います。では今週も皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。いつもコメントも応援もご来店もいつもありがとうございます。また今日で解雇になったので、あのまた来週から再雇用。そうです、頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。